こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は石川県和倉温泉にある加賀屋の宿泊記をお届けいたします。プロが選ぶ日本のホテル旅館100選において、いつものように1位に選ばれる、まさに日本一ともいえる110年以上の歴史を誇る老舗温泉旅館、今回実際に泊まってみて、その理由を実感いたしました。すごすぎました。まさに一生に一度は泊まりたい温泉旅館、日本一とはどんなものなのか、その全貌をご覧いただければと思います。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。モーリーチャンネル。加賀屋に宿泊させていただく前は、まずは能登半島の旅を楽しみました。最高のドライブを楽しみながらグルメも満喫しました。この動画は別動画でお届けいたしますので、ぜひご覧くださいませ。そしてその後は和倉温泉と七尾のグルメ旅を楽しみました。もう本当に信じられないぐらいグルメが最高で満喫させていただきました。こちらも別動画でお届けします。加賀屋見えてますね。加賀屋正面玄関。はい、こんにちは。旅は自己投資ということでね、今日は石川県やってまいりました。今日撮影したいと思っているのが、もう皆さんの憧れ、和倉温泉といえばこの旅館。そうです、加賀屋さんを撮りたいと思います。今日はね、ホヤトラベルのホヤさんと一緒にね泊まりたいと思うんですけども、まあ、ホヤさんはね正統派に体験記をお伝えすると思うんですけど、僕はねやっぱちょっと変化球加えて、笑いも交えながらでもちゃんと魅力をお伝えできるような、そんな内容にしたいと思います。ぜひ見比べていただいて、なぜ皆さんの憧れなのかっていうのを僕はね検証したいと思います。僕も初めて泊まります。はい、台湾でね加賀屋ありますけども、そこで温泉に入ったことはあるんですけど、この石川県加賀屋初めてでございます。行けろ行けろ。いやいや、わざわざこんな風強いところで泊らんでもええやろ。さあやってまいりました、皆の憧れ、僕の憧れ、加賀屋でございます。なんとこの加賀屋はですね、旅行業のプロが選ぶ日本のホテル旅館100選で1980年から2015年まで36年連続も日本一に輝いてるんですね。そしてね、その後ちょっと1位を明け渡したんですけど、また返り咲いたりとかしてるというね、とんでもない老舗旅館ということですね。これも素晴らしいですね。一つ一つが風でちょっとずつ揺れておりますが、それすらちょっと芸術に見えるような感じになってます。このねフロントにドドーンとね飾られてるこの木造看板なんですけども、これはね創業時から使われてる看板なんですね。これは重みがあります。これすら芸術ですね。ライトもなんか芸術性ありますね。このフロントの下も輪島塗り。それではね、チェックインを終えたらこのロビーラウンジでちょっとゆっくりしたいなと思います。いや、ここも聖火がね飾られててめちゃくちゃ綺麗で、なんかもう居心地はすごいですね。そして七尾湾も見渡せます。ここではねショーがあったりするんでしょうか。芸術性が高く、そして落ち着く空間になってますね。グランドピアノもあって演奏なんかもあるんですかね。そしてこのようなね素晴らしい空間、そしてねお香の匂いがすごいしてるんですよ。あ、ここで炊かれてた。こんなところにお香が、この天井から。素晴らしいですね。はい、こんな感じでね、建築物の中にこう作品が埋め込まれてるっていう感じですね。このロビーラウンジではね軽食を楽しむこともできます。早速ね、もう入り口から接客含め、館内の佇まい、格の違いをね感じてるんですけども、まさにねこうパンフレットにも書いてある通り、館内は美術館ということでね、館内にあるものが作品になってるんですよね。これを見ていくだけでもめちゃくちゃ価値があるっていうことですね。すごいですね、いろいろ九谷焼とかね、輪島塗り、加賀友禅、これはね、ご宿泊者以外は見れないということなんで、
ここねロビーラウンジ飛天なんですけども、ご宿泊のお客様に限り12時から16時までフリードリンクをね用意させていただいているということで、このマンゴーとかアセロラとかほうじ茶とかねコーヒーとかいただくことができます。ここは普通だったらコーヒー行くところなんですけど、僕はちょっと変化球でマンゴーとか行っちゃいます。そしてこれですね、雪吊りっていうね、これあの有名なリュミゼ・デュ・アッシュですね。この近くにお店があって、有名なパティシエ辻口さんの、ね、ものになります。この辺もちょっと見たことありますよね。いいものが置いてあります。今日はね、旅館ユーチューバーといえば小屋さん来ております。お誘いいただきました、ありがとうございます。小屋さんがね多分コーヒー飲んでると思うんで、僕はちょっと変化球でマンゴーでいきます。同じことしたらねいけませんのでうまっ、このマンゴーうまいっすね。ただのマンゴーじゃない。しかもさっき温泉入ってきた後っすかね。じゃあ雪吊りいただきます。これは味わい深いですね。こちらはですね、加賀屋のお楽しみの一つである名店巡りができる錦王子といいまして、全長80メートル1000坪のエンターテインメントゾーンになっております。ここはね5時になると全ての店が開くそうですよ。館内がもう街みたいになってるな。この辺りはね朝に朝市がね開催されるそうで、これはちょっと明日見てみたいですね。すごくない？全部映えスポットや。今回は見ませんでしたが、人気のショーもあるみたいです。本日小屋様のお部屋16階まで参ります、はいはい、こちらは4階まで館内吹き抜けになっております。こちらを抜けますと和倉の街並みがご覧いただけます。おお、このエレベーター乗ってるだけでもなんかこうちょっとしたねアトラクションというかエンターテインメントというか見どころありますね。景色めちゃくちゃいいですよ。鉄でした16巻でございます。お待たせいたしました。今日立山連峰もしっかり。あーですね、うん、ほんまよ、雪が被ってます。何やってんねん。今回はお部屋左手側ご案内いたします。こちらのフロアは金目フロアとなってございます。1626号室、こちらのお部屋でございます。入って後ろ手側にお手洗いと素晴らしい、ご覧いただきます。七尾湾が見えます。改めまして係のゆいこと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただ今お抹茶のご用意してまいりますので少しお待ちくださいませ。はい、はい、ありがとうございます。失礼いたします。これ今からねお抹茶をいただくんですが、小屋さんは窓側で僕はこちら側でね飲みたいと思います。決してね仲が悪いとかじゃないですよ。別の切り口で撮影しようとしているだけです。ほんまか？お待たせしました。はい、ってください。ありがとうございます。こちらよかったら。はい。ありがとうございます。またこの後お召し会のご用意してまいりますね。こちらお待たせいたしました。はい、お召し会のご用意失礼いたします。はい。ありがとうございます。これも一つ一つ用意していただくんですね。ただ置いてあるだけじゃなくて特別感がありますね。男性の方のお召し替えでございますが、こちらの紺色のものでございます。ま
あとは男性の方の帯にはお部屋番号がついておりまして、はい、館内お部屋番号とサインでご利用いただけます、うんうんうん、ただお二人ともどちらも同じ背丈でご用意しております、はい、もしこちらのサイズで失礼ございましたらすぐにおっしゃってください。こちらでお取り替えいたします。はい、ではこちらテレビの前に失礼いたします。この後お洗車のご用意をしてまいりますが、美術館ツアーのご参加などはいかがいたしましょうか。今からでしたら5時から50分ほどかけて館内をぐるっとさせていただく館内ツアーというものがございまして、展示品を下に置いてはございますが、ご自身のご都合のいいタイミングで見ていただかれるのも一つではございますし、社員の説明とともにツアーをなさるのも一つかなと思います。自分で回ろうと思ってた。あの説明がもうパンフレットで丁寧で、はい、しかもガイドも聞けるみたいな、はい、ね、かしこまりました。はい、はい、お待ちの後この後お口直しのお洗茶のご用意を求めていただきます。なるほどな、そんなお口直ししたことがないですよ。それでは私お抹茶をいただき、その後にお口直しのお煎茶をいただきたく存じます。しぶりが天前はマンゴーの味に飲む抹茶もうまい。ゆうなぎ、さっき食べたお菓子は雪吊りです。あらまあ、なんとお上品な抹茶と被ったらもう色ほぼ一緒です。この上のピンクだけでちょっとこう識別するぐらい溶け込んじゃいますよ。ここにこれは気づいて、下はね、こう V 用と言えばいいのかな、あの名古屋の、この下っ側がね、パウンドケーキみたいな感じになってて、上が、まあ、羊羹とかそういう感じ、うん、ありません、本当だったらもううわーっと駆け込みたいとかなんですけど、こういうとこではね、そういう人間も落ち着いて過ごすことになります。お二人ともこちらにご入館のご用意もございますので、はい、新が多い新聞で、ちょっと読みやすい新聞になっております。僕みたいな文章を読めない人間にはありがたいですね。私もそうなんです。あ、そうですか。最近はね、完全に話合わせてもらってるやん。なんというホスピタリティ。国国新聞夕刊、ちょうど読みたかったんですよね。行きましたね、ここね。はい、煎茶でお口直しでございます。お茶をお茶でお口直しか、もう初めての体験ですね。この年になっても初めての体験ありますね。いやー、このエレベーターだけでもね、めっちゃ違うなって感じしますよ。最近のね、高級ホテルだと屋根が結構高い、そこでこう豪華さを出してるんですけど、結構この加賀屋さんは部屋も含めて屋根そんな高くないんですよ。もうなんか僕ぐらいの高身長だったら頭つくんちゃうかみたいな、まあそれはないですけど、でも屋根の低さを感じさせず、広々と、そしてなんかただただこう最先端じゃなくって歴史も感じさせるような、まあ、そういったね作りになってるのが結構面白いというか味わい深いですね。唯一無二感あります。ああ、だって花もね、造花ではなく全て本物の花をこだわって、ここができた当時からデザイナーとの約束で定款しているということです。こう一つ一つのね、ライトとかこういう建物だったりとか、めちゃくちゃいいですね。もはや美術館です。これも素晴らしい、屋根も素晴らしい。ここはねすごい吹き抜けになってて、ここも歴史も感じさせつつ最先端、もうね、なんか船に見立てた感じになってますよね。すごい、ちゃんと水が下に張られてて、こういうなんかライト一つ一つがね素晴らしいですね。ここもあの提灯が美しい。
ここも素晴らしいですね。これはね、加賀屋に来たら見どころの一つと言っていいでしょう。加賀友禅をね、37メートルに渡って見ることができるんですよ。各階ごとにね、こう花の名前が客室になってるんですけども、その花に合わせたこう加賀友禅が描かれてると。で、こうエレベーターでね、こうずっと見ることができる。最高ですね。もう普通の旅館じゃ絶対に味わえない究極の体験です。素晴らしいですね。またここにも花がありますね。芸術館内は美術館というだけあってね、もう見どころがもうそこら中にあります。どこを見ても絵になります。芸術です。すごいですね。室内やのにこんな石。うわ、ここでモーリーチャンネル見たいな。モーリーチャンネル流しといてくれへんかな。旅館ランキング下がってまうわ。至る所にね、絵になるところがあります。いやー、一つ一つがめちゃくちゃ絵になるし、来てよかったとね、なんか全て思わせてくれるような。これでなんかここもう全然ダメやんっていう人いるんすか。すごい。先ほどね、スタッフの方がそこにいらっしゃったんですけど、僕がこう撮影してるってなったらさっとね、こう引いてくれたというか、そういったね、気配りがものすごい。続々とお客さんが入っていって、素晴らしい接客が行われてますね。ちょっとね、僕も撮影しきれなかったんですけど、僕もここからね入ってくる時に、もう皆さんがお辞儀してくれて、僕がこう撮影してくれると、そこに入らないようにね気を使ってくださって、ね、ありがたいです。今はね、ちょっとバスのお客さんをお迎えしてるんで、すごい皆さん素晴らしい銅像がありますね。能登稲荷神社。はい、ちょっとね、加賀屋から歩いてきました。あ、あっちには能登大橋も見えますね。能登大橋を渡ったシーンはね、別動画でお届けいたします。あれが加賀屋になりますね。4つのね、建屋があるとのことで、僕たちが今日泊まってるのは、あの、これです。雪月花って言われるところですね。ちょっと補足させていただきますと、今回宿泊させていただく雪月花の18階から20階にはね、特別階浜離宮というのがありまして、ここにはね、皇室の方々がご宿泊された迎賓室もあるんですね。そして温泉露天風呂付きの客室もある渚亭、そして七尾湾が一望できる能登客殿、比較的リーズナブルな価格で宿泊できる能登本陣というね、4つの棟からなっておるということですね。こんな感じでね、4つぐらいのこう場所に分かれてるんですよね。僕らが泊まっているのは雪月花、こう浜離宮とかね、こういう感じで分かれてます。ここはお風呂になりますね。自販機もありますね。あー、すごい、こんな作品とかもね飾られてあって。うわ、ここもすごいっすね。何これ、芸術やな。すごいな、やばい、広すぎてね、部屋戻って部屋取りたいんですけど、どっから来たかちょっと分からへんなと。あ、こうか。いや、それくらい広いですね。またね、角度を変えるとまた全然見え方が変わりますね。いや、美しい。雪月花16巻でございます。何焼きが飾られてたりとかね。はい、それではね、改めて部屋の方を撮っていきたいと思うんですけども、今日泊まるのは福寿荘の26ということで1626ですね。最初にここの入り口ですね。こっからもおしゃれです。ここに入っていくと、ここはまだ部屋じゃないんですね。ここが扉になってるんですね。こういう感じで鍵を開けて入ります。すごい静かです。おお、入った瞬間からね、めちゃくちゃいい感じです。もうこのね、ライトがいきなり目を引きますけど、もうこれも芸術。
のように僕には感じます。これですね、もうこの玄関からめちゃくちゃおしゃれですね。でここが下駄箱になっておりまして、靴を先ほどね、先にもう入ってるんですけど靴をね入れていただいておりました。まあ、その辺の気配りもね、もうさすが加賀屋さんという感じですよ。はい、そして下駄がありましてね、玄関もねまるで部屋のような広さがあってすごく落ち着く空間になってますね。でここにこう電話があって使うことができます。この左側、玄関入って左側に扉があって、奥にも扉がこんな感じであります。そしてその奥にもあります。でこちら側にもあります。どこから見ていこうかなって感じなんですけど、はい、まずこの奥から見ていきたいと思います。もう知ってますからね、実は知らないふりしてたけど知ってます。はい、開けます。ああこんな感じです。ちょっとね、僕らは荷物も置いてますけど、すでにねもうこの荷物もね全部持って行ってくれました。ありがたいですね。めちゃくちゃ重たいのにね。はい、こんな感じの部屋になっております。はい、この部屋はですね、もうこの一般客室の中ではかなり上位のランクのお部屋になっておりまして、かなりこの部屋だけでも広いですよね。めちゃくちゃ広い。一つ一つね、もう見ていくともうね、これこの動画もう7時間ぐらいの対策になっちゃうんでね、まあ、細かくはねめちゃくちゃ説明しないですし、一つ一つはね実際に泊まっていただいて見てくださったらと思うんですけど、もう全体的なね雰囲気でもわかるでしょう。まあ、テレビのこの置き場所とかね、置いた感じとかね、決してただ新しいだけじゃない、こう歴史的なねものを感じさせる。屋根もそんなに高くないですけど狭さを感じさせない、絶妙なこうバランス、まさに芸術的な作りになってると思います。奥のね絵の配置、絵の種類ね、この花の置き方、真下じゃないんですよ。もうちょっとねもう中心線からこうずれたところに置いてあるっていうのがね、もうこの芸術的なことを感じさせます。そしてこのライトの配置もそうですよ。普通の人だったらこれ真ん中に置くんじゃないですか、それをちょっとこうね左にずれてる、この辺りがね黄金比ですかね、この四角に対しての黄金比の場所につけてるんじゃないですかねと僕は思いますよ。知りませんよ。知らんのかい。違うかもしれないですけど、僕もやっぱカメラとかやったりするんで、ど真ん中にね置くっていうのはやっぱこうダサい構図とね言われたりするので、ちゃんとこうねちょっとずらしたところに置くことでめちゃくちゃ映えてます。はい、そしてこのテーブルもね、一見なんか普通のように見えつつ芸術作品ですね。この絶妙な曲線わかりますか、この絶妙な曲線とかね、はい、この絶妙な柄ね、そしてただただ新しいわけじゃない、この使い古された感じもこれすら味。はい、そしてこの椅子、椅子って言ったらいいかな、このね座布団を置いてるこう呼び方多分あるんでしょうけど、これもね作品ですよ。なんかど真ん中の構図じゃないんですよね、なんか微妙にこうずらしてる感じがめちゃくちゃいい。ここ開けてみましょう。開けてみると、んちょっと電話がかかってきました。こんなタイミングで誰やね、はい、もしもし、あーすいません、ちょっと今ちょっとまさに撮影してまして、すいません、はい、すいません、はい、はい、アメリカンエキスプレスからの電話でした。はい、ぜひ皆さんマリオットボンボーイカードとかねお作りになってくださいね。ここで言うことかね、これもすごいですよね、この絶妙な間ね、これが多分あの寒さ対策にもなるし、これがまさにこう芸術的な部分にもつながってくるんじゃないかなと僕は思います。はい、実際のところは分かりませんが、でも防寒対策にもなってると思いますね、これおそらく。いや、いい感じです。で眺望もいいですね、七尾湾が見えます。はい、そして和倉のこう街並みも見えます。でそしてこちらの方入っていきますけども、かなり日差しがねだいぶ強くなってきてるんですけど、めちゃくちゃ良くないですか、ここ今日ここで部屋でお食事をねいただくということで、はい、楽しみにしておりますが、ここもねまた椅子芸術作品ですね、輝いてますね、輝だけにね、うん言ってしまった、どっかで言わなあかんとか思いながら、でも言っちゃいかんなと思いながら言っちゃいましたね。ほんまにあかんぞ。はい、このテーブルも素晴らしい、僕なんでしょうね、輪島塗りとかなんですかね、いや素晴らしい芸術作品です、この椅子ね、もう一つ一つ、うわいい、肌触りもいい、持って帰りたい。でこの景色ですよ、半端ないですね。そして僕は晴れ男なんで、しっかりと晴れをもたらしております。今回の
能登半島の旅、和倉温泉の旅、すべて晴れさせていただいております。ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。もう絶景ね。しかもこれ夕日が落ちるっていうことですね。ここに夕日を見ながら食事ができる。はい、そしてここ開けてみましょう。あ、ここにクローゼットですね。はい、そして、館内着あります。このセキュリティボックスがあります。金庫ですかね。でここのね、この扉一つもすごいですよ。これなんか縁がないというか、おしゃれですね。ここの一つとってもなんかおしゃれに見える。知りませんよ、僕が勝手に思ってるだけですからね。はい、そして加賀屋天然水があって、コーヒーもあります。コーヒー派のあなたも大丈夫。抹茶とかお茶出てくるか、コーヒーないんじゃないのとかってね、思ったりしたあなた大丈夫です。ちゃんと用意してくれてますね。そしてここ、はい、あ、お茶もあります。お茶派のあなたもお茶たくさん飲めます。梅昆布茶もあります。ルームサービスでね、いろいろ頼むこともできますし、ビールとか加賀棒茶ですね、はい、ハトムギ茶とか信州りんご塩サイダー頼むことができますけども、結構なんかリーズナブルなんですよね。こういうね、旅館だとなんかこれの5倍ぐらいの値段取られそうみたいな感じで思ったんですけど、全然良心的な値段じゃないかなと思います。そしてここを開けると、ここが冷蔵庫ですね。はい、ここ冷蔵庫にもご自由にお召し上がりくださいって書いてるけど、まあお値段は取ると、どっちやご自由なのかみたいなところですけども、まあ、こんな感じですね。こんな感じでビール用意されてます。ケトルがあります。ケトルも大事にねしまわれてますね。ああ、グラスもあります。グラスにもなんか一つ一つね、こう柄があって、すごく芸術作品のように見えます。はい、はい、そしてこちらのカップがありまして、加賀屋って書いてますね。勝手に持って帰ってはいけませんよ。はい、そしてこの横ですね、横が寝室になっておりまして、このような感じで割とねコンパクトな部屋になっていると思うんですけど、こんな感じのお部屋になってます。この辺はね、なんかちょっと歴史を感じるような作りになってます。天井もねおしゃれなんですよね。よく見るとめっちゃおしゃれです。はい、もうライトもねおしゃれです。そしてテレビがね奥にあります。で、ここ開けますと、ここは何も入ってないですね。ここ開けると、うぃー、ここもめちゃくちゃいい景色ですね。夕日眺めながら寝ることもできますね。そんなやつおらんか。いや、いますね。はい、そしてこちらの部屋でね、ちょっと見逃してました。これは何でしょうね、鏡かな。あ、鏡ですね。おー、鏡をこんなおしゃれなものでカバーされているの初めて見ました。ティッシュもこんなおしゃれな箱に入ってます。こちらの部屋でここ開けるの忘れてました。あー、あー、小屋さんが、何やねこれ。押し入れかと思ったらただ繋がってるんですね。これでオープンなスペースになるっていうことか。おしゃれやな、もう全部芸術に思うわ。お、ここ忘れた。ここなんかちょっと隠し扉ちゃうんすか、ね、ちょっとなんか洞窟の入り口みたいな感じになってますけど。あー、ここは先ほどのね寝室だったんですね。そしてまだこっち行ってなかったですね。こっち、はい、行ってみますと、あ、ここは洗面台になるんですね。2つ洗面台あります。嬉しいですね。なんかおしゃれに置いてくださってます。ポーラ製ですね。ガチって書いてます。割ってるのかな、ガチで。ガチの化粧水置いてますね。ローション、フェイスケアローションとかね。これ全部ポーラ製なんかな。これは違うのか。これは何も書いてないですね。はい、カバエのコップあります。で、袋もね、あります。ここにタオルが入ってますね。これで温泉行ったりするっていうことですかね。でもバスタオル自体は大浴場にあるということですね。で、ここで入ることもできる。お風呂自体はまあ結構簡素なものですね。そしてこの洗面台の下にティッシュとか、あ、アメニティね、歯ブラシ、いろいろあります。シェービングフォームもありますし、カミソリもあります。そしてドライヤー、パナソニック製のものがあります。ティッシュもこんな感じでおしゃれに入ってるんですね。そしてところどころにね、こうやって花があるのが嬉しいですね。そしてこちらがトイレですね。トイレも清潔です。壁紙もなんかおしゃれですね。ちょっと金が入ってる感じなのかな。このライティングとかね、めっちゃおしゃれです。ここだけちょっとね間接照明でこう表現してる。
それではね、次4階を撮りたいと思うんですけども、4階にはね、宴会場とか、まあ、結婚式とかね、される方はこの4階を使うことになると思うんですけど、あー、この上からの景色いいですね。絵になりますね、一つ一つが。おー、すごい能の舞台がありますね。あ、白いグランドピアノと能の舞台です。ここで結婚式するんですかね。いやー、すごい華やかですね。案内もね、これ QR コードで、ここ登ったらやっぱダメなんですかね。あ、ここもなんかいろいろとやったりとかするんですかね。今日はかなり大人数のね、団体さんが入ってるみたいんで、ここおそらく使うんでしょうね、この後。加賀屋グラン加賀屋、待ってますね。行ってきます。そしてプールもありますね。いやー、綺麗ですね。今いい時間なんで、すごい美しい。いやいやいや、この夕日に照らされたね、建物もすごい綺麗です。先ほどね、温泉も入ってきましたけども、温泉もいや素晴らしかったですね。いや、かなりの人数をね、宿泊できると思うんですけど、ここそのね、たくさんの人数の方を温泉で満足させるって非常に難しい命題なのかなと僕は思うんですけど、それを、あ、こうやって皆さんを満足させるんだっていうような大浴場でした。大浴場もね、明日特別に撮らせていただけるので、ちょっと楽しみにしております。それではね、ちょっと3階に降りていきたいと思うんですけど、あ、ここも能画作家後藤祐二さんの作品がね、こう書いてあります。もう一つ一つの作品はね、もう現地に来て見ていただきたいので、ね、ざっくりとこういうものがいろいろ飾られているんだっていうところだけお見せします。はい、3階になってきました。この壁も美しい。やばい、3階まで降りてきた。なんか膝が痛い。もうね、年かな。ててもうこういう作品がね、飾られてます。で、3階には結構もう美術館みたいな感じにもういろいろと飾られてるっていう風にお聞きしましたけど、ね、ああ、こうやってなんか作品がいろいろとね、飾られてるんですね。素晴らしい。これもすごい。で、しかもこう化粧コーナーなんよ。すごいとこで化粧できるんですね。この椅子も美しいですね。そしてこれ九谷焼でしょうか。僕も分かってくるようになってきました。旅は自己投資でね、学習することで見ただけで九谷焼って分かりましたね。人間国宝徳田靖吉さんの作品ですね。美しいグラデーションですね。ああ、こちらもすごい。なかなかこんなの作れないですね。作れないというか使えないですね、これ持ってても。もうもはやコレクションですね。こちらは加賀友禅ですね。素晴らしい。2階のこのエレベーターもね、めちゃくちゃおしゃれになっておりますね。この絨毯も美しい。この階は何があるんですか。宴会場と大浴場でございます。2人で行きましたら大浴場。ああ、そうか、さっき行ったな、うん、ありがとうございます。じゃあこれね、お風呂上がった後にまたマンゴージュースいただきます。お風呂上がり最高ですね。なんかこうマンゴージュースめっちゃうまいんですけどね。これも世界に伝えていきたい。加賀屋さんのマンゴージュースめちゃくちゃうまいです。バーしぐれ、ね、なんかもう和と洋折衷ですね。うわ、目の前にマッカラン18年とか山崎とかバランタインの30年とか、いいお酒がいっぱい置いてますね。オープン20時半、クローズ23時半、チャージ500円ですね。はい、メニューがこんな感じになってますね。まあ、ちょっとここはねお高めな感じですけども、まあでもオレンジジュースだけ飲んでもいいですからね。オレンジジュースだったらまだこうリーズナブルな値段でこの空間を堪能できるんで、ちょっと行けたら行きたいなって感じですね。ここのオリジナルカクテルとかないんかな。ああ、さすがマッカラン18円とか飲んだら4400円ありますね。すごいすごい。
ちらがメニュー表になりますね。このストーリーまでね、ここにこう入れ込んで気持ちをこう高めるみたいなね。そしてこのお品書き、うわーすごいですね。これは盛りだくさん。そして一つ一つね、この例えば食前酒の梅蜜だったら、こう福井県産紅さし梅を使用していますとかね、全部細かく書いてくださってますね。でちゃんと最近のものに合わせてちゃんとこう QR コードで見ることもできます。進化してますね。生ビール失礼いたします。お待たせいたしました。ありがとうございます。こちらお手前のものは食前酒梅の蜂蜜でございます。金沢の梅と蜂蜜を使っております。ノンアルコールでございますので、こちらで乾杯していただいてお始めくださいませ。またこちらの先付けは本日春のお魚サワラを使いましたお料理でございます。ポン酢ジュレと酢味噌であえてお召し上がりくださいませ。またこちらには葉わさびの千菜のおひたしでございます。お隣の赤いお器の中には伊藤館オリジナルのイカ甘漬けということで、イカの塩辛とウニをあえております。意外と高級旅館だけど、そんなバカ高い値段じゃないんですよね、これが。水手には夜食も準備されているので、このイシルラーメンとかね、ご当地のもので。はい、じゃあ今回の石川旅は、モーリーさんと一緒に巡っております。ありがとうございます。小屋さんに呼んでいただきましょう。この日、最高っすね。最高っすね。めちゃくちゃ雰囲気いいよ。はい、じゃあ。乾杯です。うまいっすね。梅蜜ですね。わ、梅の存在感めっちゃあるけど、めちゃくちゃうまくまとめられてますね。梅で濃厚な味があるにもかかわらず、すごいさっぱりとした薄味な感じで、なんかすっきりしますね。うん、じゃあちょっとすいません、私ビールも僕はちょっと弱いんで、さあさあ最初はお水で、はい、はい、いただきます。ビール並みのリアクションです。俺の仕事が水目、いやちょっと楽しみですね、この料理。それではね、先付けからいただきたいと思いますけども、サワラ焼き、なんや漢字が難しいですね。シモいただきたいと思います。もうね、盛り付けからもう芸術です。もう本当にこの旅館はもう芸術作品ばかりです。料理も芸術ですよね。いただきます、サワラ。ポン酢ジュレがね、僕の知ってるポン酢ジュレじゃないっすね。めちゃくちゃ繊細で上品な味がします。そしてこの備え付けられてる、これもいただきます。繊細っすね。本当に芸術的な味って表現したいでしょうか。うまい。それでいてお酒も合う。普通お酒に合うってね、ただただなんかちょっと濃い味だったりとかねしますけども、そんなんじゃない。繊細な味なのにしっかりお酒も合う。最高やな。じゃあ前菜ね、噛んだわ。ジュレがちょっと残ってました。早速このイカ甘漬け、どういうことって感じですけどね。イカの塩辛に練りウニを入れっていう、ね、どんな感じなんでしょう。いやこれ絶対お酒に合う味だと思うんですけどね。うわ、これはお酒だわ。なんかこうイカにウニを乗せるって言ったら結構、まあ、贅沢なものが合わさってるから大味になりそうなんですけど、やっぱここも芸術ですね。めちゃくちゃ繊細に計算された味になってます。いやこのソース一滴残らず食べたいぐらい美味しいです。このソースだけ持って帰りたい。はい、それでは次はこれですね。千菜のひたしっていうのね。千菜っていうのはね、なんか葉わさびのことらしいんですけど、いやどんな味なんですかね、想像つかないです。あ、歯ごたえすごっ。うまっ。わさび好きにはたまらんですね。カキピーのね、わさび味が主食みたいなね僕なんで、わさびにはうるさいんですけどね、めちゃくちゃうまい。これもお土産とかあったら持って帰りたいレベルでうまい。
気づいものということで、中にハマグリの新醤が入っております。塩仕立てで少しお塩でさっぱりとしたお味になっておりますので、よかったらこちら温かいうちにお召し上がりください。これは菜の花コロッケ。菜の花コロッケ、誰がこんなこと考えたんですか。まさに芸術ですね。俺そういう発想もね、芸術の世界ってこうみんなが発想しなかったことをこう発想して芸術になったりとかするんで、料理もそういうことですね。いただきます。普通コロッケってなんか熱々のね、揚げたてとか美味しかったりするんですけど、冷たい状態で食べて美味しい。もうどんどん食べていこう。これ一つ一つ設定したらもう多分動画がね10時間超えの長編になってしまうんで、サクサクいきます。団子みたいな三色なんちゃらね、ちょっと、ね、漢字が読めないですね。もう普通に甘い。でこの串がおしゃれなんですよ。本物の枝みたいな。ニシンの梅にいただきます。いや本当になんかちゃんとまとまってるって感じですね。僕らの動画と一緒ですね。まあ、いろいろこうなんかとんがった素材使ってるんですけど、最終的にはこう、ね、うまくまとめるみたいなね。小屋さんの動画もそうですけどうまくまとめてるなみたいなね。この料理もうまくまとめてます。バイバイこの辺のあれなんですかね、やっぱ昨日七尾ですごいバイバイあったんですね。バイバイ、いやちょっとお作りの時に日本酒持ってきてくださいって言っちゃいましたけど、もうこの時点で欲しいですね。そら豆みじんこ揚げ、どういうこと。エビの黄身寿司、寿司のあれかシャリの部分が黄身になってるんですね。すごいですね、こんな発想誰がしました。これ割とあるやつですか。まあ、見たことあるよ。あ、見たことあります。気がしますね、君の。さすが小屋さんはね、見たことある。僕は初めてです。普通はないですよ、ね。じゃあお吸い物ね、熱いうちにいただいてくれと言われてたんですけど、僕もちょっとこう、もう前菜の時点でね、もう見どころがありすぎて、ハマグリ新醸塩仕立て。僕新醸何か知らなかったんですよ。野球みたいな感じって思ったんですけど、つくねみたいな感じなんですかね。新庄というのね、野球かなと思ってますけど。うまい。あ、全部品がありますね。あ、うまい。なんか一合目休憩所みたいな感じですね。どういうことやねん。男の器ね、もういいっすね。持って帰りたいですね。絶対ダメですよ。こちら本日イカは青イカのご用意と白身はタイをご用意しております。ウニが福井県のもの本日ご用意しておりまして、またアオリイカは七尾湾で獲れたアオリイカでございます。などのものもどうしても日本各地から取り寄せることもございますので、その日その日によって少し変わってしまいますので、こちら本日マットの国のこちら日本酒の上で失礼いたします。これはうまそうですね。ウニもこのまま形で出てきました。それではお作りいただきます。やっぱ七尾さんのイカからちょっといただきますか。あ、ほんとだ。あ、日本酒日本酒飲みたい。小屋さんと乾杯してないでしょ。はい、ではモーリーさんと乾杯ですけど、結構金箔ついてますよ。いただきます。僕の大好きな草原、いただきます。
一気に行きましたね弱いくせに頑張った驚きの。いやだってうまいっすよ、うん、これは最高だよ。この加賀屋のオリジナルラベルの草原ということで、ここでしか見れない見れない草原ですね。草原です。なるほど。ブリん、あーブリの歯ごたえすごっ。うん、マグロも和歌山のものですかね。ちょっとどこかは分からないですけど、絶対美味しい色してます。うん、そしてウニですね。うん、あ福井もウニ取れるんや。エビ、うん、ありがとうございます。それではお待たせいたしました、煮物のご用意でございます。今日は金沢の郷土料理でございます、自分煮のご用意でございます。また本日お肉がこちら合鴨のお肉を使っております。里芋の上にわさびが乗っておりますので、こちらのわさびを合に溶いてお召し上がりくださいませ。お隣にはすだれで巻いたおふ、すだれふのご用意と、そのお隣がよもぎを練り込んだよもぎふのご用意でございます。金沢もおふが大変有名でございますので、こちらも合わせてお召し上がりください。こちらも自分にということで、あの、はい、煮る時のこの自分自分になるということから、自分にというお話であったり、合鴨もカモ漁でございますので、ジビエ料理から来たお話と、また岡部ジブエモンさんという方がこの料理を伝えたっていうことから、自分にといった、ね、たくさんのお話がある料理でございます。中にはアワビ、ホタルイカ、ホタテと、右手側にございます海藻が能登で採れる海藻のジンバサオという海藻でございます。神の馬の草と書いてジンバサオということで、源義経が能登に逃れた際に弱った病気の馬にこちらの海藻を食べさせたところ、馬が元気になったというお話から来ております。それじゃあこちらに火をつけさせていただきます。こちらまた蓋大変熱くなりますので、後ほど取りに参ります。はい、それでは金沢に行ったりとか石川県にはね、いろいろと行きましたけども、初めて食べる郷土料理、ジブニですね。ジブニ、ジブジブする音とかね、なんかなんとかジブローさんみたいな人が作ったということで、代表的な郷土料理と言いながら、申し訳ございません、食べたことがありませんでした。すごいこうトロトロした感じなんですけど、食べてみたいと思います。どんな感じなのか想像つかないです。わさびとかして、麩も有名ってことだね。麩みたいな、うん、ふって言いながらめっちゃもちもちしてる。うん、なんか僕の知ってるふはもうすぐ口の中でなくなるみたいな感じですけど、食感がすごいある。でお汁がもう、お汁っていうかもう若干ゼリーみたいなぐらいちょっととろとろしてる。ジブジブしてますね、うん、使い方間違ってるかなジャブジャブしてますね。ジャブ煮です、うん、ジャブ煮の説もありますよこれね、言われてないだけでないわ。うん、カモうま、うん、うん、歴史を感じる味ですね。めっちゃうまい。目をつむって食べるとタイムスリップしたような感じになりますね。あの時代に帰ったよね、あの時代にね、うん、完食です。こちらも失礼いたします。お暑いのでお気をつけくださいませ、はい、昼鍋、ね、初めて食べますけど、これは能登の郷土料理ということで、はい、それでは能登いしる鍋、ね、これもいただきたいです。これも初めてですね。今日ちょっと夜にね、いしるラーメンみたいなね、頼もうかなと思ってるんですけど、いしるっていうのはね、このイワシやイカ、塩を原料として作られた魚醤発酵調味料のことということでね、いやどんな味やねんって感じですけど、うまそうな食材がいっぱい入ってます。ホタテとかホタルイカとかね、アワビも入ってます。じゃあまずちょっとお汁いただきましょう。イカとイワシ感じますね、うん、あーこれ美味しいな。もっと一般家庭に浸透してもいいんじゃないかなっていうぐらいうまい。アワビいただきます。
歯ごたえすごいな、このだしと合う。そしてあ、日本酒とも合うんですね。うまいことできてるわ、ほんまに。うまいこと、とても。あとこのタイかな。うまい。日本三大魚醤の一つ。魚醤の一つ、はい、何々にあるんですか。秋田のしょっつる。あ、秋田のしょっつる、香川のイカナゴ醤油。イカナゴ醤油。そして続くのが石川のカナゴ。お肉に火をつけさせていただきます。こちらソースをかけさせていただいて、少し蒸し焼きにさせていただきます。こちらが自家製の醤油ベースのソースでございます。失礼いたします。おお、ほんの少し蒸し焼きにいたします。この食器もいいですね。本日ご飯は石川県産のコシヒカリのご用意でございまして、またお味噌汁の中には赤もくともずくが入っております。お漬物は能登野菜の金時草を使いましたしば漬けと、右手前側が長芋の梅酢漬け、左手側が大根のべったら漬けということでご用意しております。こちらは国産牛のロースの昆布焼きということで、下に引いてございます昆布もお召し上がりいただけます。薄くて柔らかいので、よろしければこちらもお召し上がりください。それではいただきたいと思います。下にこう昆布を引いてるんですね。いただきます。濃厚やけど品がある味。これご飯進むわ。石川県産コシヒカリ、うまっ。味噌汁、はい、大丈夫ですね。大丈夫です。はい、この後デザートと一緒にお持ちする温かいお茶、はい、お弁当とおばん茶でしたらどちらになさいましょうか。最後のお茶まで選べるんですね。うまっ。味噌汁、もずく、うまいですね。大満足ですね。こちらデザートは本日道明寺蒸しのご用意でございます。中に薄いというお豆のあんが入っておりまして、お玉にございます緑色のものがマシュマロに抹茶チョコレートをおかけしたものでございます。本日ごめんなさい、拙い説明でした。ありがとうございます。明日もまたご朝食のお支度させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それではデザートをいただきたいと思います。なんか桜餅みたいな、ね、感じですけど、道明寺蒸しっていうのは、もち米を粗くしたものに薄紅色をつけ、中に薄い豆をあんこにしたものを、ちょっと読めないな。食べてみましょう。ああ、上品な味やな。お茶が合いますね。初体験みたいな味。うまい。そしてこれがマシュマロ抹茶チョコ。食感が面白い。チョコの食感の中にこうマシュマロの柔らかいで、甘さの種類もちょっと違うんでね、面白いですね。これが宿題とかやったらもううんざりするぐらいのボリューム、ね、いただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。こっそり買ってきました。能登ミルクジェラート。内緒ですよ。これで満足しなかったんかってね、ちょっと言われたらあれなんで、食後のデザートいただいてるんですけど、そのデザートもいただいた後の食後、このとミルクジェラート売店に売ってます。はい、いただきます。のとミルクジェラート、うわ美味しそう。うまい。濃厚なのにシャリッとね、こう後味がすっきりで、これは嫌いな人いないだろうっていうぐらいうまいですね。はい、こっちのメニューになりますね。いろいろ歴史だったメニューっていうか、
なんですか、インフォメーションみたいな、こういうね、歴史だったりとか伝統行事のこととかも書いてます。これ読むためだけに加賀屋に来てもいいですね、まあ、それはちょっと違うで温泉の楽しみ方とかね、いろいろ書いてます。アトラクション、カラオケとかね、将棋、トランプ、ウノ、オセロとか、それぞれ、ね、あ、釣りもできるんですね、レンタル釣り竿って感じでね、タコ釣りもできるんや、マッサージもね、結構なんかこういう旅館にしてはリーズナブルな気がしますね。結構フードメニューね、追加で頼むこともできます。のどぐろの姿焼きとかね。でこのルームサービスで夜食という形で、このイシルラーメンですね、これ頼みました。結構リーズナブルじゃないですか。であとはお酒ですね。お酒も本当にいろんな種類あって、まあ、こういったランクのホテルにしては結構お手頃な値段なんじゃないですかね。ワインもね、加賀屋オリジナルブレンドワインとかありました。これちょっと試すの忘れてました。皆さん来て試してみてください。いろいろあるんやな。加賀屋創業100周年記念酒とか、今回これだけ頼みました。あ、これか、記念酒塩サイダーとかね、いろいろあります。お土産の案内だったりとか、いろいろあります。いや、食事終わってね、ちょっと編集してたんですよ。編集してたらやっぱね、お腹空きますよね。ということで、イシルラーメン頼んじゃいました。小屋さんと分けます。うまそう、めっちゃいい匂いする。美味しいもんはね、どれだけ食べてもなんかまだまだ入りそうな感じするんでね、多分いけると思います。いただきます。うん、あー、うまい。あっさりなのにちゃんとしっかりとこう味は感じるんですよね。ああ、イシルはね、なんかそのイワシとかイカで作ったね、調味料かほのかにこうイカっぽい感じも感じるんですよ。イカ好きですからね、僕。うん、うん、うまいな。この背徳感もいいっすね。しかも結構リーズナブルなんでね、普通の高級ホテルでこういうラーメン食べたら5000円とかしそうなんですけどね。なんか最近ちょっと話題になってましたよね、高級ホテルでどっかとコラボしたラーメンがなんか1杯5000円みたいなね。これは食べてほしいですね。うん、さあ夜はね、ちょっとやっぱあのしぐれっていうバーにね行きたいと思います。やっぱ12時半までね空いてるって書いてたんで、行きますかね。あれ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 、なんでなんで、あれ、え、ちょっと待って待って、あれ11時今何時、あ、11時や、11時2分や、今しまった。なんで12時半とか勝手に勘違いしてたの。しまった定休日寝たやん、これ。あ、で、ここ、あ、ここそら0時って書いてるんですよ。いや、どっちにしろ12時半ちゃうけどなあ、営業時間が変わってましたね。ちょっとこっち見ちゃってました。いや、どっちにしろ間違ってた。しまった、開けてくれへんかな。この雰囲気で飲みたかったんですけどね、無念です。はい、今ね深夜のもう12時超えましてですね、動画編集しております。なんでこんなことになったかというとね、能登半島の旅とこの和倉温泉の旅、いやもうね、見どころが多すぎてですね、もう撮影に時間をめちゃくちゃ、まあ、撮られたというか、もう本当撮りたいものがいっぱいあってですね、全然編集できませんでした。で今日せっかくね加賀屋に来ているのに深夜に編集しないといけないというとんでもない事態になっております。もう日付で言うと明日にはね動画出さないといけないですけど、まだ7割ぐらいしか終わっておりません。ちょっと頑張りたいと思います。でちょっとね、その夜の頑張りね、まあ、さっきラーメンを食べたんですけど、能登の極上素材プリンというね、人生一のプリン更新させますみたいなね、プリンでめちゃくちゃ高級プリンなんですけど、ハーブで育てた能登鶏卵、牛乳は能登育ちで育った能登の極上素材プリンということでね、これちょっといただきたいと思います。前置き長いんですよね、まあ、それぐらいちょっと編集に追われてテンパってるんでね、いただきます。これです、はい、これ入れていきます。うまそう。うわ、すごい、なんかちょっと粒感を感じる
なんかもうこれプリンっていうかクリームみたいな感じ、生クリームみたいな感じ。いただきます。なんじゃこれ、もう一瞬で溶ける。こう口の中入れた瞬間にシュッスッシュッと消えるみたいな感じです。すごい、これどうなってるんや。もう口に含んだ瞬間にもう体内に極上の甘さがこう吸収される感じ。めちゃくちゃうまいです。これはやばいな。更新しました、僕史上のプリン。僕下呂温泉のね、なんかプリンが一番うまいなと思ったんですけど、更新しました。申し訳ございません。内緒ですよね。本当はこれ教えたくないな、売れてほしくない。内緒ですよ編集頑張りたいと思います。ちょっと休憩がてらね、温泉入ってきたんで、ちょっとパソコン疲れで、ちょっとだけマッサージしたいと思います。ああ最高。深夜に何やってんねん。朝の7時半ぐらいですね。途中でちょっとね寝てしまってまして、また朝早く起きてちょっと編集の続きしてましたが、いや今日も天気良さそうですね。いや今回ねこの石川県能登半島とかね、七尾とかこの和倉温泉とかね、そして今日金沢の方また旅したいなと思ってるんですけど、全部晴れそうですね。1年の半分はね雨っていうのがこの石川県の特徴なんですけど、晴れに恵まれて本当にありがたいですね。最高っす。穏やかな七尾湾気に入りました。はい、朝一やってますね。ちょっとそんな大きな気分じゃないですけどね、輪島の朝一行った後なんで。でもちょっと朝一の雰囲気をね味わえるっていうのはめっちゃいいっすね。柚子朝日、能登の塩も売ってますね。塩サイダー、飴とか売ってます。フグもありますね。一夜干し、のどぐろも多いですね。のとミルクね、のとミルク、フーディックジャパンで金賞を受賞しました。昨日食べたプリンがこれですね。人生最高のプリン更新しますと。日本酒のラインナップもたくさんありますね。胃袋もやってるみたいですね。最初チェックインした時にねこれ食べましたね。北陸限定発売の雪吊りというお菓子ですね。このお店今日行きたいなと思ってます。このね龍水なんとか、はい、あがやオリジナルのねお土産もあります。このねロビーの横にですね、こうなんか旗が立てられてるので、なんか国際的な交流でもしてるんかなって思ったら、今日宿泊されてる方々の国籍をこう貼ってると。だから今日は日本はもちろんのこと、どこだわかんないよ、ね、アメリカの方も来てますし、この旗がこれからねこうインバウンドの方が増えてくると、めちゃくちゃ横にもう収まりきれないぐらい増える可能性すらありますね。皇室の方が来られた時の写真ですね。なんかもね結構出てるみたいですよ。安心ですね。加賀屋オリジナル商品めっちゃありますね。さすがいろいろ展開されてるだけありますね。あ、ここ見逃してた、こんなスペースもあったんですね。素晴らしいですね。ここも美術館のように鑑賞できるんですね。これが朝食になります。なんとですねよく見ると飲むヨーグルトかのとミルクの先ほど売店で買ってきたばっかりなんですよ。なんてこった。まあでも日本飲むか、うまかったら日本も飲めるでしょう。またさっき
鮭は加熱してありますので軽く温める程度で大丈夫でございます。また干物の下には温泉卵でございます。隣の出汁に割り入れていただいて、ただ出汁がその際跳ねますのでお気をつけくださいませ。こちらが赤木といしるのドレッシングでございます。サラダにお使いくださいませ。その隣のもずくが、こちらは絹のように細いことから絹もずくと言われております。煮物の中にはがんもどきが入っております。コツは熱いのでお気をつけくださいませ。ご飯のお供が入っております。よかったら竹紙もどうぞお外しください。こちらは左手から順番にカマスの南蛮漬け、真ん中にはこちら赤ずいき、加賀野菜がございます。一番右手側には能登野菜の中島菜と申します。ナッパと海苔の佃煮を合わせております。お鍋にはお味噌汁が入っております。こちらの中には茶碗豆腐と呼ばれるお豆腐が入っております。こちら手前のお椀によそっていただいてお召し上がりください。売店の取り扱いもございますので、個包装なので食べやすくなっております。ただのとミルク用具の手前にございますストローを使ってよく振ってお召し上がりくださいませ。から食べたらいいのかみたいなね。ちょっと熱々の味噌汁ね。そうだ、これ豆腐か。ああ、うまい。やっぱ味噌汁ホッとするな。優しい味の味噌汁ですよ、本当に。さあ、どっかいた。アップアップやん。うん、うん、温泉卵、うん、そしてもずく、もずくもうまそう。うまい。なんか全部ね、ちょっとご飯進む感じですね。ご飯普通に持ってくれって言ったけど、この感じだと海苔とかね、ちりめん山椒とかもあるんで、めちゃくちゃご飯進んじゃうやんって感じですね。おかわりしようか。いや、僕糖質制限してるんですけど。トンビが来た。トンビが狙ってきた、この朝食を。似てるんですね。どんだけ目がええねん。あげる人とかがいるんですかね。それではね、この能登ミルク飲むヨーグルト飲みたいと思うんですけど、僕はね、もう全然話聞いてないんでね、この朝食に飲むヨーグルトがねついてくるっていうのを全然覚えてなくて、また一つ売店で買っちゃったんですけど、もうどうせなら二つ飲もうと。あ、よく降ってって言ったのにまた降るの忘れた。こういうとこなんですよ、ね、あなたもそうでしょ、ね、あ、だから降ったバージョンと降ってないバージョンで飲み比べができますね。素晴らしい。何でも前向きに考えないとね。あ、全然降らなくても美味しいですね。うん、大丈夫ですよ。うん、大丈夫ですよ、うん、降らなくても大丈夫なんですよ、実は。うまい。で、振ってね、はい、いただきます。違いは分からんすね。普通に美味しいですね。ストローで飲むとまたこうね、入り方も変わるんで味の感じ方変わるかもしれないですね。これも違い分からんですね。しかもストローちょっと逆にさせちゃいましたね。これもありますよね。誰しも一度は経験ある失敗。うん。結局もうどれも美味しいっす。すみません。おすすめです。じゃあ、あと牛乳買ってたんやった。牛乳ね、冷蔵庫入れてました。これもない。冷蔵庫結構忘れるんでね。
懐かしい、なんか給食みたい。今の給食はこんなんじゃないんかな。牛乳パックです。あ、牛乳パックっすか。もう懐かしいな、この詰め切った日ね、開けれへんみたいな。僕も昨日詰め切りましたからね、なかなか開きづらい。で、こうキャップがね、こう中入っちゃうみたいなね、ありましたよね。あ、しょ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 、じゃあ能登ミルクいただきます。あ、めっちゃすっきりやな。すっきりやのに濃厚でも、ヨーグルト飲んだ後なんで特にすっきりした感じになるな。いや、それにしても久しぶりに牛乳飲んだな。うまい。立て続けにちょっとこのスイーツいただきます。ゼリーかな。うまいですね、このオレンジな感じで。あ、これもいいな。ごちそうさまでした。はい、これがね、お風呂の正面になるんですけど、この左側が女性用ですね。で、こう上に上がっていく形になりまして、男性がこのここからこう下に降りていくような形になります。はい、ちょっとお風呂の方をね撮ります。はい、こんな感じの休憩スペースになってますね。はい、脱衣所もこんな感じになっております。かなりの大人数がね入っても大丈夫みたいな感じで、それでいてなんか一つ一つがおしゃれでレトロな感じに、ね、なってますね。はい、こちらがね洗面台になります。これも多くの人数がね来ても大丈夫で、バスタオルなんかもねここに用意されているんでね、わざわざこうバスタオルを部屋から持っていく必要がなくてね、非常に便利です。カミソリと小さなタオルもあります。はい、恵比寿の湯、あ、これ全体が恵比寿の湯なんかな。あ、違う違う、1階の恵比寿の湯ね。で、あ、これお湯飲めるんや。で、2階に脱衣所があって露天風呂があると。で、3階に行くと夜天風呂ですね。そして水風呂とサウナもあるらしい。はい、それではね、かば屋さんのお風呂を取らせていただきたいと思います。こちらが露天風呂になります。いや、いい感じですね、絶景です。ここちょっと後で入りたいと思います。この七尾湾を眺めながらね入ることができる。そして洗い場もこちらにあります。いや、素晴らしいですね。こうやって七尾湾をこう見ることができます。何階かに分かれてて、こう階段でまた上に上がったり、エレベーターでも上がることができるんですよ。これが3階部分のお風呂になります。これはまたね、露天風呂ではないんですけど、露天風呂並みに日差しとね開放感があって、めちゃくちゃいい感じですね。わー、ちょうど船が来てね、いい感じじゃないですか。この上から光がね差し込んで、しかも雨でも大丈夫な感じですね。温泉の泉質は無色透明な感じですね。はい、そしてこの面白いのはエレベーターですね。お風呂の中にエレベーターなんて普通あります、ね、このエレベーターで露天風呂、脱衣所、恵比寿の湯とこう移動することができるんですね。で、ここね、昨日僕も体験したんですけど、もう裸のままエレベーター入るんですよ。裸でエレベーターに乗ったことありますか？普通ないと思うんですよね。こちらが洗い場になります。洗い場もかなり数がやはり多いですね。そしてサウナーの皆さん、もちろんサウナもございますよ。サウナルームということです。おお、あ、曇りそう。ちゃんと暑いですね。いいですね、サウナ。あー、もう汗かいてきた。で、このサウナに入ったらそのままこっちに来て、ここですね、この水風呂にドボンするということで、その水風呂に入りながら、向こう側ですね、めちゃくちゃいい景色、大橋も見えます。さあ、まあ、どうぞ。あー、いやー、最高ですね。あ、これね、このエレベーター行きます。
上にこうだね。こんな感じね。裸でエレベーター初体験しました。こんなんなかなかないです。もう一回ぶっ飛んでます。もう一回行きます。いやこれね、僕まだ一人だからね、そんなシュールじゃないですけど、これ大人何人もこう裸でね、この無言で乗るとなかなかシュール。これも貴重な体験。まだ1回もありまして、その1回は恵比寿ね、こんな感じで1階は1階でね、また全然違うスペースになってますね。洗い場もいっぱいあって、こんだけお風呂があったらね、そりゃ大人数でも大丈夫ですね。はい、こちら側もあります。おー、これもすごいな。何やこれ。ここはなデザインなんですかね。でここにも温泉があって、また洗い場がたくさんありますね。本当に大人数でも大丈夫って感じです。そしてあの奥にエレベーターがあるんですね。先ほど上がったエレベーターだから、1階まで降りてくるとここまで降りてこれるということですね。いやどうせなんでね、もうここも入ってみましょうかね。これなんか飲めるって書いてたからね、飲もうと思ったら、ちょっと今多分高温なんで、咽頭の利用ご遠慮いただいております。無念です。こんなの置きたいなぁ。今日は3つだけでしょ。こうやって送ってくださいます。いやー最高でしたね。今日も快晴最高。いかがでしたでしょうか。まさにね、一生に一度は泊まりたい日本一にふさわしい老舗温泉旅館ではなかったですか。動画にはね入れられませんでしたが、今回撮影に関しても本当に手厚い対応をいただき、おもてなしの極みともいえる体験をさせていただきました。ぜひね、皆様も一生に一度は加賀屋を体験してみてください。ここでしかね体験できない日本一のおもてなし、空間、時間があるはずです。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の着るリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでね、モーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を、僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。